学校で話しかけられるのが久しぶりすぎて、さよならという言葉が出てこなかった。いや、引きこもりだって親とは会話できるだろう。重要なのは他人、特に男との会話。やはり中学時代の私の会話感を取り戻さなくては。苦。何年かぶりに鏡を長時間見たせいでキッシュタルト崩壊を起こしてしまった。可愛いよな私。可愛いのか。少なくともブスではないよな。そうだよ、私程度がブスを名乗ったら本物のブスに失礼だ。美少女、何この美少女、指名入るレベル。不精製とストレスで濁ってしまったこの目、この目さえどうにかすれば楽しい高校ライフが。クマが消えた。メガネをかけただけで、いや、これはお父さんのだが、こんな簡単に可愛くなるなんて。自分が怖い。ただいま。うお、すっげえブス。なんだ、姉ちゃんか。